皆さんこんにちは。こんにちは。この動画ではキャリア、資産形成、精神性の3つの柱を整えるためのヒントをお届けする番組です。で、今日のテーマはですね、投資がなかなか始められません、どういうきっかけでこう始めたらいいでしょうかっていう、そういうテーマでお届けしていきます。はい。で、まあ今ね、結構こう、世の中的にまあコロナがあったりとか、これから景気がどうなるのかとか分かんない、こう不安定な状況の中で、まあ投資をやった方がいいっていうのはなんとなく頭にはあるけれども、何をきっかけにどう始めていいか分かんないっていう方も結構多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうですかね。なんかこの二の足を踏んじゃうみたいな人はどんなところから始めていくのが良いでしょうかね。まあね、金融知識を身につけるっていうのも、もちろん必要にはなってくるんですけど、まあ、そのね、投資の勉強ができへんっていうのもね、そんな問題。そう。最初の一歩が、まず大変。で、それって、一番、こう、重要な原因っていうのが、その資産形成する、投資をするっていうこと自体の価値が、自分の中での価値が低いっていうのがあると思うんですよね。ほら、よくなんかその万年ダイエットって言って言い続けて、本当にあなたダイエットする気あるんですかっていう人が、いるじゃないですか。しおんさんだけじゃなくて、社会中に。社会中にね。じゃあ、それと一緒で、資産形成したいって、口で言ってるけど、本当は頭の中ではそう思っていない。確かに。っていうのが、本当に、その、大きな原因の一つなので、まずそこを、口で言ってるだけじゃなくて、ちゃんと頭の中でも資産形成するっていうことの、優先順位を上げてあげるっていうのが必要です。資産形成しなきゃじゃダメってことですよね。そう。資産形成したいってなる必要があるっていう感じですね。なんか気づいたら、なんか今月も投資をしているみたいな、まあ、毎月積み立てとかね、とかっていうのをやる必要がありますと。で、ほんじゃあどうやってからすんのっていう話になるんですけれども、私たちがいつもお伝えしている最高の価値観ですね。自分の最高の価値観とか、もしこの動画見ている方の中でミッション、自分のミッションって何かとか、経営理念とかでもいいんですけど、なんかそういうのがある方は、じゃあそれをする、だからミッションを、ミッションに生きる上で資産形成っていうのが、どういうこのつながりがあるのかっていうのを見ていくと、優先順位、自分の中での優先順位っていうのは上がるので、それを一つ方法としてやっていただければなと思います。あと、なんかでもよく聞く話で、その資産形成をそのやりたいって思う、その障害の一つでもあると思うんですけど、なんかその資産形成するイコールなんか節約しなきゃみたいな、なんかその資産を形成するためのお金を生み出すためには節約しなきゃいけない、で、そうすると人生の楽しみがなんか減っちゃうような感じがして、そうだからすごいね、我慢しなきゃいけないのかなっていう印象があるかな。そういうね、なんか考え方っていうか、があって進めないみたいな人もいる気がするんですけど、で、やっぱその、まずその我慢するっていうのは絶対に続かない。で、そのしなきゃいけないっていうのもね、人間の体って本当不思議なもんで、しなきゃいけないって言ってるだけでストレスホルモンが分泌されるっていう、で、そういう効果もあるんで、それは長続きはしないから、その我慢してやるものではないっていうのももちろんそうなんですよね。で、その節約しなきゃいけないっていうのって、それも、資産形成に対する優先順位が低いからそうなってるんですが、さっき言ったような、自分の最高の価値観とつなげ、結びつきがあるんだ、この投資をすることで自分の最高の価値観をこうやって満たされるんやっていうのが入ると、なんか自然と、お金の使い方っていうのが変わってくる。例えば、今、なんかちょっと、毎月っていうか毎日多分コンビニで例えばスイーツを
買うとかっていうのをやってたら、うんうんうん、コンビニスイーツって結構1ヶ月にしたら、うん、まあ、なかなかの金額を使ってるわけじゃないですか。うん、で、なんかそれを本当に投資をするっていうことの優先順位が上がったら、なんかそういうスイーツに使ってるお金がもったいない、うん、自分でこう節約じゃなくてもったいないって思って、うんうん、ここにこれ使うんやったら、あの、毎月積み立てのお金に、うんうん、あ、これプラスできるんじゃないみたいなんで、うんうん、自然とお金の使い方っていうのが変わってくるから、うんうん、なんかこう我慢して節約して投資っていうより、うん、なんか楽しくお金を投資の方に回していけるっていう。スイーツ食べなくても投資する方が楽しいになるっていうことですよね。うんうん、そうそうそうです、うんうん。だからね、人生の楽しみをね、こうなくして投資をし、うん、するっていうのでは全然ないんで、うんうんうん、なんかその点は、まあ、もしね、無意識でそういう前提が入って、ね、我慢して節約してから投資をするっていうのが入ってる方は、うんうん、あそこはね、ちょっとリセットしていただきたいなって思います。うん、ね、うんうん、まあ、そうすると、じゃあその資産形成始められないなんか二の足踏んじゃうっていう方に関しては、うん、まずそもそも資産形成する、まあ、投資をするっていうことは、うん、こう節約して我慢して楽しみが少なくなっちゃうっていうことではないっていうことを、うんうん、まあ、知っていただくっていうのが一つと、でもう一つはその資産形成するっていうことが自分が一番価値を感じるもの、うん、一番大事だと思うものっていうのを、どういうふうに助けてくれるかっていう形でリンク付けをするっていうことができると、うんうんうん、資産形成をしなきゃじゃなくて資産形成をやりたいっていうものに変わって、まあ、要は資産形成が楽しくなるっていうことに変わるので、まずは金融知識とかを入れるのももちろんなんですけど、うん、自分が資産形成をやりたいって思うところまでこう持っていくっていうことに、うんうん、少し時間を使ってみてください、うん、はい、では本日は以上になります。ありがとうございます。このチャンネル大事なところ大事なところでした。今回の話が、いいね、いいと思ってくださった方はいいねボタンを、高評価をお願いします。あとチャンネル登録もお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。